ささあそして佐藤さん今もあのいくつか印象に残っているし皆さんから挙げられていたんですけれども佐藤さんご自身が特にこう印象に残っているし今を思い返されてどのあたりでしょうか僕は今日、えー、ここにはいらっしゃらないんですけど瑛太さんに怒りをぶつけるシーンがあ,ありまして、あのー、そこかな、あのー、今回、理不尽なことに対する悔しさだったり怒りだったり こうやるせなさみたいなそんな感情をこうん作品を通して皆様にえ共感してもらえるみたいなことが僕の使命かなと思っていたのであそこのシーンは台本を読んだ時点で自分にとって大切だと思っていましたしでも監督にも何回もえやらせてもらって瑛太さんにも何回も付き合ってもらっていいシーンになったと思ってます、うん。ありがとうございますあの小泉監督 以前ご一緒された8年越しの花嫁の3位もう佐藤さんの,その芝居に向かう姿勢が素晴らしいというふうにおっしゃっていました今回も実際に実感されていらっしゃいましたか横にいるのであまり褒めるのは恥ずかしいんですけどそこはね、あのやたける君は命がけでやっているというかいつも、まあ、そこが尊敬しているところでもあり好きなところでもあります、はい、ありがとうございます。<laughs> でえー、安倍さん、あのー、本作、今ご覧いただいた皆さん、鮮明に残っていると思うんですけれども、あの林遣都さんが演じる後輩の蓮田と一緒に利根を追いかけるシーンがありましたが、あれはかなりの雨量の中、走られていたと思うんですけれども、思い返されてあのシーンというのは、いかがでしたかあの30年ぶりに全速力で走りましたねあの、1日で終わると思ったら2日間あったんで、あのまあ、1本2、300メートル走るんですよ。 それで、まあ、2日に分けてやったんですけどもまあ本当に大変でしただけど刑事ってやっぱり何ですか犯人を追いかける時にこれ本気なんだなっていうのは実感できましたし、うん、そこから半年間足痛かったですよねなかなり足場も悪かったです、ね、佐藤さんいかがでしたいや長かったですね走る距離が<ー>でも逆に当日と次の日あたり次の日あたり僕って本当にしんどくて、うん、でも阿部さんケロっとされてるんですよ、うんうん だから安倍さんにあの大丈夫なんですかって言ったら全然こう大丈夫っていうことだったんであのすごいなと思ってたんですけど時間差だったんですよ。<laughs> それ良かったです。自分だけきついのかなと思ってたんで。逆に半年間続くというのもかなり辛いですよね安倍さん。多分筋を痛めたんですね。<laughs> そうでしたか。いやー本当に危機迫る。 シーンで追ソシーンにもなっておりましたが、はい、ありがとうございます。